ポリポリかい、足かい。ポリポリかい、どこかい。ポリポリ。水虫にポリカイン、大砲薬品。見てよ見て、違反見ないでよ。いきなりクラッとさせないで。揺れるダイヤモンド。イギリスには紅茶を鑑定する人がいます。 Tea Quality。 The taste of tea depends。 紅茶の味はブレンドで決まるんですって。アサヒ Tea Quality 新発売。おいしい紅茶ができました。今週のショービズラインナップ、まずはじめつむのように全米映画興行成績ベスト10。新作パトリオットゲームで久々のホームランを放ったハリウッドの4番バッターハリソン・フォード。遥かなる大地で夫婦共演した若き巨星トム・クルーズ&ニコール・キッドマン。 OK 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 とまたまた主役の2人を切ったリオ・ゲッツことジョー・ペシ。新作シスター・アクトで昔なじみのウーピーと歌声を競ったキャシー・なじみ。オスカーでは考えられない賞を盛り込むことで成功した第1回 MTV ムービーアワード。そしてアメリカの最新チャート6月13日付ビルボードトップ10と続きます。この番組は技術が作る高度な触れ合い、ソシオテックの三菱電機の提供でお送りします。ショービズバラの名前じゃショーン・コネリーがだったし、ロビン・フットじゃのケビン・コスナーが目立ってたし、俺もビシッと決めなきゃね。 Worst it has ever been。 マジでヒーローをやらせていただきます。 When I think of that last night with Ted。 クリスチャン・スレーター、キャップ。 Now get out of my bathアジアが変わろうとしている今、ディック・リーとアジアのクリエイターたちが力を合わせて全く新しいエンターテイメントを作る。私たちは新しいアジアを探しに行きます。三菱スーパーセレクション、ディック・リーのナガランド。三菱電機から。霧ヶ峰ナガランドクイズ実施中。ボスことブルース・スプリングスティーンは先週の金曜日にドレスリハーサルと銘打ったラジオ放送向けのコンサートを行い、久しぶりにライブ姿を披露しました。このライブの模様は史上最大規模といえる全米200以上ものラジオ局から生中継で放送されました。6月15日からワールドツアーを開始するスプリングスティーンにとって、これは文字通りドレスリハーサルとなりました。ワールドツアーはストックホルムを皮切りに7月末から全米で展開されます。先週末より全米公開されたパトリオットゲームで久しぶりの大型ヒットを放ったハリソン・フォードが178人の伝説的ハリウッドスターに並び、チャイニーズシアターの前に手形を残しました。ハリソン・フォードは彼の出世作でもあるスター・ウォーズ、そしてインディ・ジョーンのシリーズで全世界の映画ファンを熱狂させ、新しいヒーローズを生み出しましたが、その後目撃者、ワーキングガール、推定無罪などで演技派としても順調にキャリアを積んできました。最新作パトリオットゲームも好調なスタートを切り、ハリソン・フォードがハリウッドの伝説的スターの仲間入りをする資格は十分あると言えるでしょう。今週の10位、フライドグリーントマト。上映館倍増で21位からカムバック。ロングランヒットにもう一花を咲かせた友情物語。昔々のお話の魅力が映画を支えます。主演キャシー・ベイツ。9位、ベートーベン。10週目で2ランクダウンのワンワンファミリーコメディ。夏の大作たちを前にして名犬のパワーにもややかげりが見えてきました。
選ばれた飼い主にミッドナイトランのチャールズ・グローディン。8位、ベーシックインスティンクト、広大、氷の微笑。報酬1億ドルは超えたものの、下降傾向は否めないエロチックスリラー。美しい殺人容疑者に刑事がズブズブのめり込みます。主演、シャロン・ストーン。7位、初登場、クラスアクト。思春期コメディ、ハウスパーティーでブラックフィルム旋風をバックアップの2人組。ヒットンプレイが再び放つラップンコメディ。夏の大作たち相手にどこまで頑張れるか注目しましょう。6位、エイリアン3。3週目に入って予想通り息切れ気味。3ランクダウンの SF アクションパート3。流刑の惑星で宿敵とまたも死闘を繰り広げるリプリーことシガーニー・ウィーバーのスキンヘッドも話題です。5位、エンシノマン。3週目も順調にクリアのナンセンス原始人コメディ。ビルとテッド、ウェインとガースに続くエクセレントな音ボケが人気を呼んでいます。主演は MTV でおなじみのポーリー・ショア。4位、ファー&ウェイ、放題、遥かなる大地へ。こちらも順調に女性ファンにアピールして3週目を回ったトム・クルーズ、ニコール・キットマン夫妻共演ドラマ。アイルランド移民の2人が遥かなるアメリカに夢を託します。3位、リーサル・ウェポン3。惜しくも4週連続の王座はならず、いきなり2ランクダウンのアクションシリーズ第3弾。メル・ギブソン、ダニー・グローバーのコンビに前作をさらったジョー・ペシがもう一度絡みます。2位、シスター・アクト。2週目も踏ん張った歌うアバさんコメディ。修道院に逃げ込んだ元ギャングのジョーフがシスターたちを励まして意外な才能を発揮します。主演はウーピー・ゴールドバーグ、共演キャシー・ナジミ。1位、初登場、パトリオットゲーム。公衆1851万ドルでドーンと1位に躍り出たレッド・オクトーバーをへの続編。主役をバトンタッチのハリソン・フォードが家族のために戦う CIA アナリストを熱演します。共演アン・アーチャー。92年、映画の夏は第2コーナーに差し掛かり、リーサル・ウェポン3からパトリオットゲームへと首位の座が入れ替わりました。しかしこの段階でナンバーワンヒットを占うのは早計というもの。夏の大目玉バットマン・リターンズが封切られるまでは迂闊なことは言えません。すでに観客の間の認知度は十分ですが、ワーナーは休む間もなく関連グッズを撒き散らし、主要キャストも週末に50本を超える取材をこなしました。さらに我々にも独占クリップを提供する熱心さで、コウモリ男の機関には熱い視線が集まっています。バットマンとキャットウーマンの2人は敵対していながら裏では相引きをしているのでしょうか。The so-called normal guys who always let you down. Sickos never scare me. At least they're committed. Yeah.予想通り、バットマン・リターンズはアクションに加え独特のムードを備え、マスコミ社及び一般向けスニークプレビューでも上々の反応を得ています。すでに昨年の夏を上回る勢いを見せるボックスオフィスの今後もいよいよ楽しみですが、チケット売上の伸びが他の分野にもたらす影響も無視できません。チケット売上が伸びるほど売店の収入も上がります。また多くの映画館には第3の収入源もあります。ウィルソン・フィリップスのこのアルバム広告のように、満員の劇場での告知効果を当て込んだクリップは観客のより良い反応を期待して、あたかも映画の予告編のように作られ流されています。映画の予告編そのものも満員の劇場では効果大、次の動員につながるでしょう。さらにホームビデオの売り上げをはじめ、海外市場、ケーブル、衛星を含むテレビ放映での高収入も期待できます。加えて観客が利用する駐車場などへの波及効果も大、サマームービーの高収アップがアメリカの景気回復に一役買うかもしれません。
リーサルウェポン3を抜き去ってサマームービートップの座に躍り出たパトリオットゲーム、レッドオクトーバーを絵に続いてトム・クランシーの小説を原作にした映画では、今回も CIA アナリストジャック・ライアンが主役を務めます。しかしそのライアンを演じるのはハリソン・フォード。注目作の主役の座をバトンタッチしたスターに聞きました。数年前、潜水艦レッドオクトーバー号の亡命を助けた CIA アナリストジャック・ライアンの変貌ぶりにパトリオットゲームの観客は嫌でも気づかざるを得ません。しかし前作でアレック・ボールドウィンが講演したライアン役を引き受けたハリソン・フォードは何の心配もなかったといいます。アレック・ボールドウィンのジャック・ライアンはレッドオクトーバー号の亡命を助けたライアン役を引き受けたin helping to articulate that story. This Jack Ryan exists in the context of Patriot Games, and therefore his utility is in helping to tell that story. There is no particular continuity of experience or in time between the two films. Action!活劇映画のエキスパートとして知られるフォードはアクションに人間味を巧みに追い込んでみせます。今回の映画では冒頭の爆発シーンでライアンの人間性が浮き彫りにされるという彼は、このシーンの振り付けにも協力しました。 I wanted to make it clear that this was not a Rambo type character. I didn't want to see this guy wade into the middle of this and suddenly adopt the characteristics of a gunfighterI wanted to create an action piece in which you could see that there were a few lucky accidents, missed shots, that the whole thing, I was anxious to ensure that the whole thing happened in such a blur of speed that Jack Ryan could only do what he did. All of that goes together to describe a character in a very particular way.Had it been done any other way, I would have been stuck with that description of the character for the rest of the film. フォード以下のスタッフキャストは今後さらにライアンに関する2本の映画を手掛ける契約を結んでいます。新たなプロジェクトではトム・クランシーの人気小説を原作としない可能性もあり、それだけに今回フォードは慎重にライアンの役作りをする必要に迫られました。一人歩きを始めそうなヒーローの今後に期待しましょう。第3位に後退したものの、リーサルウェポン3の威力はまだまだ侮れません。そのパワーの一翼を担うのがパート2に続いて顔を見せるジョー・ペシ。愛嬌あふれる感触持ちを開演する彼は、また年末のホームアローン2にも再登場する予定で、早くも92年最大のヒット男の声も上がっています。Okay. I mean, do you get that from your crowd? Constantly. Yeah. How do you react to that? It's fine. You know, some of them do it better than others. Some of them do it better than me. Where did this character come from? Too many cups of coffee, or? No, he jumps, doesn't he? Well, I don't know. I mean, the obvious thing with the okay was from the kids that work at Disneyland. You know, those blonde-haired, blue-eyed Mormons who just have perfect teeth and smile all the time. Say, okay.So you know, I took it from them basically, and Whoopi Goldberg doing her Valley Girl impersonation. The character makes a great counterpoint to the other two. Yeah, it was hard to find somebody to fit between those two guys. I mean, when I wanted the job in Lethal Weapon 2, I told him, just, I know exactly how I'm going to do this. I said, just give me the job. I know what I'm doing. I'll just hire me. I'll go in there. When you see me with Mel Gibson and Danny Glover, you'll see.And I didn't know what I was going to do. I mean, it just clicked. The door seems wide open for a fourth. And after seeing this one, I can imagine that there probably will be a demand for a fourth. How are you on a fourth? How about Leo Getz one more time? Well, you know, I wanted to do this because these guys helped me out when I needed something to lift me up again and get me going. So I gave back to them by doing it. I didn't want to do a sequel, but I did it. And I don't know. I mean, you know, if all things being right, maybe we'll do another one. I don't know. We certainly think of moving Leo Getz on and doing just a picture of Leo somehow.
which would be more fun for me, more of a challenge to just let him move on and be more creative in another way. とりあえずカメラマン役で主演したインヤーパブリックアイが9月に公開されるペシですが、リーサルウェポン4だけでなく、この春のヒット作いとこのビニーの続編が作られる可能性もあります。今度は伝統的なロンドンの法廷を引っかき回したりもしそうな弁護士ビニー、そして熱血アクターペシの大活躍は当分続きそうです。Good luck tomorrow, Joseph. Hey. Best of luck to you, Shannon.街へ、地球へ、宇宙へ、明日をもっと動かすエナジー、私たちは三菱電機グループです。ニューヨークへ帰ったらまっすぐカーネギーデリへ行きたいわ。熱いコーヒーを飲んだらカリカリのベーコンとちょっと柔らかめのスクランブルエッグを食べるの。あれいけない、よく冷えたグレープフルーツを忘れてるわ。本当はブルーベリージャムをたっぷりつけた焼きたてのクロワッサン食べたいんだけど、ダイエットのことも少しは気にするべきよね。お昼は何にしようかしら。パンツの中までびしょ濡れだ。Change to B3D Showbiz。第4位をキープした遥かなる大地へで結婚後初の共演を果たしたトム・クルーズ、ニコール・キットマン夫妻。平均的共稼ぎカップルとはとても呼べない2人ですが、夏の映画界にロマンスの香りを添える共演作ではスターの気取りとは無縁のおしどりぶりを見せます。関係者全員がこれまでで一番快適な仕事と口を揃える遥かなる大地へのセットではエゴのぶつかり合いなどの噂が聞かれることもありませんでした。といってもアイルランド移民の物語を伝えるのが容易だったわけではなく、ロン・ハワード監督、そしてクルーズ夫妻はまず方言と格闘しました。 Tell me you like my hat. Wearing a hat. We started working on the accents immediately andYou know, there's always concern, how's the humor going to translate with the accents? 2人にアイルランドなまりを教えたカップルはロケ地モンタナまで同行し、必要な時に見本を示しました。One of them worked in a garage, and the other one was a student. And they loved it. I mean, this was like fantastic for them to be able to suddenly get a free trip to the States and hang out on a film set.2人はまた体力強化も要求されました。キットマンは旧式のコルセットをつけての乗馬法、クルーズは旧式のボクシングをマスターしました。It's barefisted boxing, and what we were going for, you know, we're taking something that's been seen over and over again, and really we had a whole new angle on it. Did you ever get popped for real? Yeah, I did. There were certain takes, you know, these guys didn't want to hit me. No one wanted to be the guy that.Ended my career, you know. ケンタッキー出身のクルーズ、ハワイ生まれでオーストラリア育ちのキットマン、経歴は異なるものの映画出演を夢見て育った2人は仕事への使命感を共有しています。 Is there one movie that you ever saw that changed your life? I remember I saw Spartacus. I thought that was, well, I guess I was about 7 years old, and I saw Lawrence of Arabia, and I saw, well, I saw Star Wars about 15 times, andI mean, for me, I was a movie nut as a kid, you know. The Wizard of Oz was the movie that made me sit up and take notice. I wanted to be an actress. You've got to enjoy every aspect of it. I really cherish the times when I'm making it. I love what I do. So, you know, I look back on this, I'll always have this experience. Sherry Sylvester, CNN Entertainment News, Hollywood.リーサルウェポン3を抑え第2位を守ったシスターアクト、堂々の快進撃の陰にはキャシーなじみの貢献があったと言っても過言ではないでしょう。オフブロードウェイのキャシー&モーショーから銀幕に進出した強力なコメディー界の新星をご紹介しましょう。キャシーなじみとウーピー・ゴールドバーグは70年代サンディエゴで上演された政治風刺コメディで初めて顔を合わせました。シスターアクトで再会したゴールドバーグは昔と変わっていないようです。Better than ice cream. Better than springtime. Better than sex.
No, I've heard. In San Diego, I did a lot of political theater, and it was me and Whoopi and two other people, so we knew each other well then. But then I didn't see her this whole time. She got really, really famous.これまで彼女はソープディッシュ、フィッシャーキングなどの端役を経験しただけですが、出演シーンでは共演者を圧倒してきました。I've got to come up with more faces. I don't have any more lines. You know, so I was calling friends saying, what face can I use today? As Sister Mary, 打破すべきといった考えに染まるシスターを演じるナジミは、聖歌隊の場面をはじめ、実に楽しい演技を見せてくれます。Give him some of that deep shoulder action. I don't know if you call it singing in the movie. Yeah, I, you know, get to do...スクリーンの上だけでなく、撮影中にも彼女は大いに笑いを取ったようです。 So we were standing up in that choir for, you know, 12 hours a day, and you just sort of lose your mind. And so we would start making up songs. I mean, really, really funny songs that I couldn't really tell you right now. 歌の内容はともかく、今後彼女の姿をしばしば見かけるようになるということはできそう。コメディで本格派女優の役に挑戦していくという彼女、要チェックの新星です。先週末、いくつかのユニークな賞が盛り込まれた第1回 MTV ムービーアワードの授賞式が開かれ、アーノルド・シュワルツネッガーを筆頭に、ジェームズ・キャメロンやウェインズ・ワールドの面々などが出席しました。MTV ムービーアワードには、オスカーでは決して見られないいくつかの要素があります。ヘアスタイルや若心に与えられる賞があったり、また特別功労賞が13日の金曜日シリーズのジェイソンに与えられたりするのです。その他にもウィリアム・シャトナーがステージ上で目いっぱい歌を披露します。壇上から次のような注意がされるのもユニークです。They've asked me to tell the winners to keep your acceptance speeches to at least 10 seconds, all right?MTV ムービーアワードは普通考えられる賞とは違っていますが、そこには映画への情熱が感じられます。These are the things that our audience cares about, and the stars and the movies and the soundtracks that the MTV audience cares about. So this is definitely going to set it apart from everything else out there. You know, if you're going to do another award show, which we all know we need, do it with a sense of humor.MTV の視聴者が電話で投票し、受賞作が決まるという形式だったため、票はターミネーター2に集中。このアクション映画は14部門中6つの賞に輝きました。他にリンダ・ハミルトンが主演女優賞と、オスカーでは考えられない部門最もしびれる女性賞を獲得し、同作で主演男優賞を取ったシュワルツネッガーは幾分調子に乗ってこうコメントしました。Super cool. You went for a guy that is really hip and that is an international stud.作品賞をターミネーター2で受賞したジェームズ・キャメロンも堅苦しい受賞スピーチを避けました。We don't pretend to have made a piece of a socially significant film like JFK or Boys in the Hood, but we tried to make a piece of entertainment for the entire world, and we tried to say something about peace in our own way.またキアヌ・リーブスがしびれる男性賞、レベッカ・デモーネが最優秀悪役賞に、そしてウェインズ・ワールドの2人が最優秀映画デュオに選ばれ、ジョン・シングルトンは新人映画制作者賞に、ユニークな最優秀キス賞にはアンナ・クラムスキーとマコーレー・カルキンが輝きました。おかしな賞を満載した MTV アワードですが、視聴者がミドルティーンであることを考えれば納得できると司会者のデニス・ミラーは言います。 Obviously the thing that puts something over 100 million in our society is when the 13 to 17 year old kids hit it two or three times. That's where, and a lot of, you know, you can open a film at 20 to 30, but if you want to go for the century mark, you need that return biz, and these are the kids who do that, and obviously itsAnd the demographic that has to be catered to. MTV ムービーアワードの狙いが的中すれば、当然第2回目の開催も期待できるというものです。